松島に来てます。結局これがもう16日目で、この翌日の夜にフェリー乗ってもう帰るという、まあだからほぼ最終日ですね。まあちょっと暇を持て余しているので一度行った松島に来てます。松島ね、やっぱ人がめちゃくちゃ多いんですよ。この旅の中で一番人多かったのはやっぱここかな。これはね、今駐車場を探しているところです。臨時駐輪場みたいなのがね、後で見つけて、そこ無料だったんちゃうかな。有料の駐車場に結局止めたけど、これはこれは五大堂っていう伊達政宗が建てたなんか建物です。そしてこちらが松島の風景。まあ、やっぱ松島はね、遊覧船乗ってこそのような気がするんだけど、まあ一回乗ってるからね、遊覧船も昔来た時に。こうやって散策した感じですね。散策してカキフライ定食みたいなのを食べた、それが松島の思い出。五大堂です。五大堂、重要文化財かな。やっぱ日本三景ですから景色がいいですね。すごいリュック背負ってるな、この人。1600年ぐらいに建ったやつだろ。フックがここスカシ、スカスカの橋です。まあまあ怖い。なんか昔そうでもなかったんだけど、急になんか高所恐怖症になってる。やや怖い、これぐらいのもんでも。結構歩いたけど、そんなに動画は撮ってないのかな。松島めちゃくちゃ顔が、他の人の顔が映るのが嫌やから、めちゃくちゃ地面ばっかり撮ってる。2回目の松島、人生2回目の松島でした。2回目かな、なんか3回ぐらい来てる気もする。普通に車通りは多いです。君が丘公園って書いてますけど、まあ、これもねツーリングマップルっていう地図に、なんか展望台の眺めがいいぞって書いてあったから一応来てみたところですね。そしてこれはこっちから見るのかなと思って歩いてるけど、結局こっちではなかったから一旦戻る場面ですね。これです、展望台は。まあ、明らかにね、なんかちょっと狭くて、あんまり大人が登るものではないんちゃうかなってちょっと思うんですけど、まあせっかくなんでね、登りますよ。狭いんだ。体当たってるから、階段の狭さで。こういう、こういう景色です。あっちが松島かな。松島をこう南から眺める感じのところかな。まあまあ別に来なくても大丈夫だったかもしれない、ここはね。降りていく。まあこれが本当の最終日ですね。前日もホテル泊まって、
仙台港付近でなんかあるかな。この日のもう本当夕方に港着いて夜フェリー出てっていう日なんで、なんかあるかなと思ったら、一応塩釜神社っていう結構立派なね神社あるみたいなんで行ってみました。だからこれは塩釜市ですね、多分ね。この日、あれこの日か、なんかね、牛タン屋、牛タン食べたんだよね。やっぱほら仙台だから、ちゃんと牛タンも食べとこうっつって、なんかすっごい人気ある感じの牛タン屋のランチ始まる前にもうちょっと列できてるぐらいのなんかお店に行ったんですけど、でランチのお得なセット頼んだら、仙台の牛タンってすごい分厚いんですけど、なんかランチでは薄切りでやってますっていう話でまあ見た感じどこでも食べれそうな牛タン、まあ美味しかったんですけど、いわゆる仙台の牛タンじゃない感じで食べてしまってね。まあそれも価格高騰の余波なのか、そんなこと書いてあった気もするわ。塩釜神社向かってます。こちらが塩釜神社です。まあ本当にただ立派な神社っていうだけなんですけどね。この東北一周、これがだから17日目で、フェリーの1泊2日があるから20泊21日か、これ東北一周、結局多分そうだよな、もう北海道一周ぐらいの日数かけてしまいましたけど、あの木いいよな、なんかなんだっけな、なんとか杉って書いてあったの。まあそれだけの日数かけて東北一周したんですけど、まあ、心残りといえば、まあ一応冬季通行止めの箇所が何箇所かあったぐらいかな。まあ青森がね天気悪くてそんなに回れなかった。あと秋田県もまあ黄砂と雨で完全に心がやられて、結局男鹿半島も行くつもりだったんだけどね、てかまあ時間的には余裕あったんだけど別に、まあ、男鹿半島も行かず、まあでもそれぐらいかな、一番心残り北の方ですね。もう一度行くにしてはだいぶ遠いところの心残りが残ってしまったけれども、まあ、あとは概ね行ったんじゃないかな。その凸町でいただいた情報も、まあ基本的には全部行ってないところないと思うけどな、行ってないっていうか一応全部調べてね、行けそうなとこは全部行ったよな。ありがとうございました、皆さんの情報のおかげで充実した東北一周になりました。全部でまあだいたい2300キロ2300キロぐらい走ってます。まあ多分ざっとですけど、フェリーは2万3000往復でかかってて、ガソリン代はまあ1万円ぐらいかな。宿泊費がホテルに死ぬほど泊まったんでざっと4万円。結局ねキャンプって4泊だけか5泊だけか、16泊17日で東北実際が16泊中4泊しかキャンプしてないのかな。それだったらもうテント持っていかなくてもよかったんじゃないかっていうぐらいなんだけど、まあここまでちょっと天候が悪いとね、まあ食費は全然わかんないけど、まあ3万ぐらいだとすると、まあ全てで10万3000、10万円ちょいかなおそらく。北海道一周の時もなんかこれぐらいだったような気がする。北海道は結構キャンプしてたから、
宿泊費安くなってると思うけど、バイクツーリング、キャンプバイクツーリングなら 20日かけてもまあ10万ぐらいでね行けてしまうんですね。まあ一応次はね、四国一周、あるいは中国地方一周、あと関東はね、関東のあの千葉の房総半島とかも行きたいんだけど、まあその3地方を巡ったら本当に日本制覇と言っていいんじゃないでしょうか。沖縄はまあ行ってないっちゃ行ってないけど、レンタカー借りて走ったし、まあそもそもね、公共交通機関で日本全国巡ったんだけどね、百名城の時に。だから続百名城もあとどれぐらいかな、 10個ないぐらいかな、なんかもう、あでも10個ぐらいあるか、関東も結構多いからな、なんかもう日本制覇しそうです。もうすぐ趣味は旅です。さすがに言っていいやろ、趣味は旅って。ここが本殿かな。おお、なんかいいね、いいとこだね。なんかあの桜ちょっとだけ咲いてるけど、なんだっけな、塩釜桜っていうなんか天然記念物かならしいですよ。書いてあるわ、天然記念物塩釜桜。ここはもうギリギリでしたね。まあ今回は本当にどこ行っても割と桜を見る旅でした。桜に始まり桜に終わりですよ。滝桜をね完全に終わってたけど、それ以外はいろんなとこで、まあ、道走ってる時にでもね、そこら中で見れましたね。天気いいな。九州一周の時なんてほとんど雨降らんかったから、あれほんと恵まれてたな。もうコロナ以降はね、あんまり水流れてないんだよね、こういうとこね、ひしゃくとかもないし。おお、ご立派、これが塩釜神社です。あれはまた塩釜桜かな。桜に吸い寄せられていくな。というわけで終わりだ。東北一周無事怪我もなく帰れました。どうもありがとう。神様にお礼言いましょう。イエイ。